1センチ1ミリ。超能力禁止よ。1センチ1ミリ。1センチ1ミリ。1センチ2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 ミリ。ミリミリじゃないのよ。誰1センチミリミリ。1センチ2ミリ。1センチ2ミリ。だやっぱミリミリって言ったんだよ。ミリミリって言ったら自信みたいな。1センチ2ミリ。1センチ2ミリ。あんたから。この人だったらミリミリって言うの。1センチ2ミリ。1センチ2ミリ。ママのパン飲んだら笑ってていいよ。1センチ2ミリ。1センチ2ミリ。そう、ミリミリじゃん。戻る、もう一回。1センチ。1センチ。これできるだろ、森田いいか。1センチ。1センチ1ミリ。1センチ1ミリ。1センチ2ミリ。1センチ2ミリ。1センチ3ミリ。1センチ3ミリ。いよいよ最後です。大丈夫？1センチ4ミリ。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 100円だ。100円あったよ。じゃあ行ってみるか。100円くん。じゃあ行くよ。分かった人言ってよ。100円。5。まだ何も言ってないもん。5。2たす3は。ごめんね。うるさいだろ。お前たち。うるさいって言う。あれ見ろも市長さん怒ってるに。あの BW 教室うるさい公害だって。ごめんなさい市長さん。言ってで守る警部出しちゃダメよ、聞こえちゃうから。浜松中に聞こえてんだぞお前たちの声、わかるか。2たす3は5。20たす30は50。200たす300は600。何なんだって500。500なのに。これ2と3を足せばいいんだよ。5だよ。500。じゃあ難しいよ。いい？2000と3000。5000。何？5000。何？先生先生ってうるさいね、あんたは。5000。だって菅原さんって可愛いんだよ。先生の方見てね。先生先生だって。何？5000何？じゃあこれ難しいぞ。5000の様。なんて言ってんじゃないよ。1万足す2万分かるかこれ。5万ならないでしょ。あ、2万足す、あ、そうか。2万足す3万。2万足す3万。5万足す。今度ふざけてたらペッタチューしてあげる。いいね。鼻くそをじってる人いいね。それからお風呂入っても頭を洗わない人、めちゃくちゃやってよろしい。いいね。2たす3は20。20たす30は50。何？50。200たす300は500。2000たす3000は500。何？5000。2万たす3万は5万。何？5万。そこでね、5万。いよいよ100円使ってあげる。じゃあ100円が1枚で100円だよね。2枚でいいから、何？200円。200円でもう1枚や。4枚で何？400円。池内のおばあちゃん、おばあちゃんから言ってみます。400円だよ。覚えておいてよ。そしたらそれで10円持ってくるからね。400円に10円を足すのよ。410円。何？410円。何だって？410円。410円。
410円で、あれ410円でしょ、うん、410円でまた10円足すよ。420円。何だって？420円。420円でまた10円足すよ。480円。何？430円。手で使っちゃダメ。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 いいじゃない。ダメ。ダメ。ダメ。じゃないよ。コラ。あのね。コラ。素晴らしい先生でも年を取るとね、頭がボーっとしてきてね、こういうのを使わないとできないの。わかる？コラ。コラ。コラ。こうなってはえ暴走暴走意地悪意地悪なのあんたたちでしょ。僕は計算機使いてやってんだから400円と30円でしょ。わかるでしょ。わからないのそれが。わかる。で430でいくらよ。430円。何？430円。先生わかんないからまた信用するからな。もう合ってるか違ってるか知らんぞ。430円に1円を足したの。じゃあこうすると431円。何だって？431円。何でわかんのあんたたちに1年生が。わかるもん。じゃあ431って言うな。431。竹本来い来ないぞ。431。その431にもう1円足す。432。432。本当に432？ダメ。本当で432。分かってるじゃない。すごいね。じゃあ432にまた10円が近づいてくるよ。トト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 。432じゃないんだよ。はいよ。あ、また432に10円足したらこれで400でくらい。なんで計算機使っちゃいけないのよ。だって、だって、だから分かるじゃん。分からないの。みんなのお父さんとお母さん使ってるでしょうが。それさ、学校もさ、習ったのになんで分かんないの。だから、年を取ると養子園というところに行くのよ。養子園って知ってるでしょ。あんたたちは幼稚園だと。幼稚園を卒業して。幼稚園幼稚園行って、それから今度は要介護学校行くのよ。要介護学校？要介護いっぱいいる。要介護学校なのね。いや本当にいるんだよ伊藤さん。要介護学校っていうのは夜に始まるだに。要介護学校行くとね、綺麗なおばあちゃんいてね、飯はまだか？飯はまだか？飯食っとら？飯食ったらっと一日中叫んでる。楽しいとこだ。もう一回やって。あんただってもそうなるかもしれんのと思う。もう一回やって。飯はまだか。もう一回やって。僕の僕なんかね、おアジア、まあ見るなそういう話。アジアじゃなくてハワイ行って、うん、ハワイも石鹸ある。突然そういう話になるとちょっと困るんだな先生。いいか、じゃあこれ今日の勉強あるよ。1の1 2の1 2の1。あ、1年1組。あんた1年1組。